ってわけで乾杯。みんなお疲れ。うん、乾杯。はいはい、乾杯。相変わらずテンション高いんだから、ちょっとは落ち着いたら。こっちはこっちでもっとテンション上げなさいよね。真冬、スマホで何見てるの？コメント。お、真冬がコメント見てるなんて珍しい。どう？ご感想は。いつもより長文のコメントが多い。え？内容じゃなくてそこ？確かにそうだけど。あ、イラストにもコメントついてる。色使いがすごくいい。だってやっぱり分かる人には分かるんだよね。今回いつもより明るい色を使って光を感じられるようにしたし。そうなんだ。またどうでもよさそうな顔してよかった。みんなに私たちの曲が届いてすごく嬉しいな。うん、やったね、かなで。さあ、今日はいっぱい食べてお祝いしよう。はい、僕のポテト。この後のデザートもみんなで分けよう。ありがとう、みずき。はい。あれ？真冬、今日はかなでと同じ注文じゃないの？かなではチャーシュー麺だったから、私はそんなにお腹が減ってない。じゃあなんでそれ選んだの？なんで？わからない。なんとなく前は何でもいいって言って決められなかったのにね。もしかしてちょっとは成長してる感じ？よくわからない。はいはい、そのうちわかるといいですね。今のは鬱陶しい。あ、ちょっと何急にマジレス？ああ、まあまあまあ、エナ、どう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 。それって馬を落ち着かせるときに言うんじゃないの？ちょっと誰が馬よ。Ha ha ha!